皆さんこんにちは、ショコです。ユサです、カズマです、キンヤです、フタワタリです。みんなの紹介したの。早っ。今回は、100万大会である J17 の、北信越大会に出場します。なので、今、ここ現在埼玉なんですけど、前方の2人の運転で、これから新潟の方に向かいたいと思います。で、明日、まあ、現在もう月曜日だから、今日の朝方は、彼らは予選、1回戦があって、僕はまあちょっとやっぱ違うんだ。いやー違うなー。違うんだ。ちょっとまあちょっと即本戦からで、まあ火曜からなんですけど、僕はあの月曜日で、向こうのファンの方がね、あのプライベートレッスンを、してくださいっていう依頼があったので、ちょっと一日早く一緒に、乗っけてもらってます。この動画が上がっていれば、多分無事に、試合会場に着いたということで、もしこの動画が上がってないということは、多分ニュースエブリーか何かに、運転中、テニスプレイヤー5人死亡のニュース、ニュースでお会いできるか、動画でお会いできるかに載ってるかで、僕らのね、死ぬか生きるかが決まると思うんで、はい、よろしくお願いします。すごないこれ。やっぱ、かっこいいな。ぴったりやん。それかっこいい、一番やっぱり。こんなに一番輝いてる。一番輝いてる。ああ、一番輝いてるよ。ほんとに。どれが一番輝いてるの？かっこいい、ほら。これ、これ、これ。超かっこいい。これ。ああこれはこれ。お、一番目立って、一番。あ。さてと。えぐい、えぐい。これがテニスプレーヤーの遠征の現実です。えぐいです。みんなから元気です。みんなから元気。少ない、大丈夫。大丈夫です。コーヒーが止まらったんで。疲れてるね。ここまさかのここ1回戦で対戦です。ブレーキングどうぞ。あ、ブレーキングは。今からパーキングエリア置いてきます。はい、勝ち、もう勝ち、勝ち、はい、初戦勝ち。3時って感じ。深夜3時って感じするわ。試合への意気込みは、試合への意気込みは、そうですね。じゃあねー、じゃあねー。ごめんなさい、ごめんなさい。何のロゴ、何のロゴ、ちゃんとロゴ揃えるにしましょう。ウィルソン、その後プリスさん。おお、おお、最高のテニスビューだ。まあ俺が勝つ。相手誰ですか？はい、相手は誰ですか？忘れちゃいました。おはようございます。どうも、おはようございます。じゃあ、何出すの？何出すの？自分、グー出します。俺チョキ。俺チョキだ。ほんで、じゃあグー出します。一番一回それではここからは、シングルスの様子を、抜けていきたいと思います。で、こちらのサムネにある通りなんですけど、前回の動画でテロップありで喋らない動画か、テロップなしで喋、る解説する動画で、テロップも入れて喋るのも入れてっていう動画、どれがいいですかっていう風にちょっとアンケートを取らせていただいたんですけども、まずは、たくさんの方からのコメントをいただき、本当にありがとうございました。一番多かった意見は、やはりテロップなしで喋るっていうのが一番多かったので、とても、僕も、ちょっとお米の言葉をいただいて、モチベーションが、上がりましたので、これからはなるべく解説の、動画を喋るようにしていきたいなと思います。早速なんですけども、
本大会の北信越遠選手権は、賞金総額100万円の、ジョップ日本ランキング大会という大会にはグレードが J1 の1から、7、その上が JTT、その上が、全日本選手権となります。でその中で J17 は特にレベルが、高く、予選を突破するのも大変ですし、本戦の1回戦で勝つこともね、やっぱり、とても大変になります。で僕の相手選手は今回ワイルドカードで、出場している選手で、新潟の国体代表になります。もう身長差もこの動画見ていただいている通りなんですけど、185センチぐらいかな、ありまして、僕とは身長差25センチぐらいあります。で一番速い時でサーブが208キロ出るそうです。ただもうウォーミングアップで、対峙した時に、まあ、とても身長が高いので、まあ、やっぱりこの体格差を埋めるっていうところに関してはずっと僕は考え続けているので、ここまで身長が高い選手は僕にとっては逆にやりやすかったりしますね。まあ、まずその対策としては、まあ当然サーブが速いので、まずはフリーポイントを与えないように、僕結構ねこれ画面から切れてるように2メートル以上後ろに下がってリターンをしています。でサーブ&ボレーをされてもいいという覚悟で、とにかくサーブ打った後に1球でも多くボールを触らせていくっていうのが、大事かなと思ってプレーをしてます。理由としてはね、やっぱこの日も38度ぐらいの暑さでとても暑くて、風も強いんですけど、まあ、風自体はシンプルで、手前のコートから、向かい風で奥のことが追い風になるので、まあ、前後の風になるので、こうなんか待ってるとか、ちょっとこう横にずれるとかではないから、まあ、ちょっと逆算はしやすい状況ではあったんですけど、まあ、暑いし風も強いってことで、とても体力も精神も疲弊するので、なるべくたくさんこう打たせて、で、こう相手の体力を削って、で、精神にもやっぱり体力があると思うんで、精神的な体力も疲弊させて、ファーストサーブの確率を落としたいっていうのと、彼はその自分のサーブに過信するタイプではなくて、結構その僕が速いサーブ返すのが得意っていう評判を知ってたのかわかんないんですけど、結構その速いサーブだけじゃなくて、スライスだったりスピンだったり、そういうチェンジアップサーブだったり、いろいろ混ぜてくるタイプのちょっと知的なビッグサーバーになるので、意外とそのサーブ一発で決めに来てくれなくて、でしかもね、こう返したら返したでこうやってフォアハンドの逆クロスがね待っているの でとてもね グリップも厚く回転量が多い、フォアハンドになるので、結構こうやらかしが少なかったりっていうのと、彼のプレースタイル時点も速攻型ではなくて、強いサーブはあるけど、どちらかというとアンディ・マレーみたいに結構、無謀なことはせず、しっかり丁寧に丁寧に組み立てていくタイプだったので、こう長いラリーをして本当は荒くさせたかったんですけど、なかなかちゃんとしたチャンスが来るまでは攻めてこない、ちゃんと僕のボールが攻めやすいのが来たら打って前に行くっていう風にちゃんと選んで攻めてくるので、とてもやりにくかったですね。だから結構長い試合も、覚悟しました。で対策としては、まずはその彼に回り込むフォアを、打たれてもいいから、しつこくそのバックハンドに集めて、体力的にどんどん消費させて、後半には回り込みができなくなるように、していく、その体力的な問題で。でもう一個はやはり手足がとても長いので、センターを上手に使うっていうのが一つですね。やっぱ体の近いところでのボールは、僕みたいなリーチがない選手よりは身長が高い選手の方が難しいので、いざちょっと主星に回った時にはセンターにしっかり深く、ボールを打っていくっていうことと、僕の得意なバックハンドスライスですね。やはり前回のハードコートと違ってオムニコートなので、とてもスライスがいきますし、彼はやっぱり身長がすごく高いのでスライスの処理がとても難しく、なるので、スライスはやっぱり、かなり効果的になっているんじゃないかなというふうに思ってます。で今ドロップ決めたみたいに、そのスライスのフォーム、スライスと同じスイングスピードで僕シャッとドロップショットを打つので、相手は飛んでくるまでドロップなのかスライスなのか分かんない場合が多いので、結構スライスとドロップを混ぜて毎回毎回こう
しっかり新相手にね、あの、高エネルギーを使わせていきたいなっていうふうに思ってます。で、加えてあの、サービスゲームも、やっぱり身長が高いので、で、ポジションは結構僕のサーブが遅いので、あの、やっぱりこうみんなポジション上げてくるんですね。今の僕の位置みたいに。なので、ポジションを上げると、ボディに来た時に、サーブを、あの、体でかわしきれる時間が少ないので、ポジションを上げてくる相手には、ボディサーブが結構有効になったりするので、で僕のサーブがね、やっぱり低くて、ボールが遅いから、当然みんなポジションを上げてくるじゃないですか。僕はそれを利用して、ボディを多く使ったりするし、僕のこの試合の現時点では、やっぱりこう、肘と腰を痛めていて、疲弊させないために、あの、ラケット 400g ぐらいに設定してて、なんでこう自分から強く打たなくても、こう、まあ、重すぎて早く動きにくいっていうのが一つと、ラケットが振りにくいっていうのがあるんですけども、ちょっと合わせるだけでボールがバウンドした後に、あの、加速するんですね。やっぱ、あの、ラケットが重いと。なので、僕のサーブって結構みんなにも言ってもらえるのが、遅いんだけど、バウンドした後がとても早いっていう風に言ってもらえることが多いので、結構みんなそこで、あの、バグってくれることが多いなと思います。なので、あの、ストロークも結構ゆっくりなのに、バウンドした後は滑ってくるっていう風によく言われるので、これはやっぱりあの、スイングはゆっくりだけど、ボールが飛んでくるっていうのは、やっぱラケットの重さによるものなので、結構ね、あの、後半は慣れられちゃって効かなくなってくるんですけど、前半はみんなこれで調子を落としてしてくれます。で、ちなみにこの試合ですね、あの、ポイント的にですね、この本戦になるんですけども、この1回戦でもし負けてしまったら、僕はこの年の全日本選手権はポイント的に、ランキングが足らず出れないっていう、とてもあの、プレッシャーのかかっている試合になります。なのに、そんな中、うわ、よりによって君か、みたいな相手だったので、かなりあのね、評判は、聞いていましたし、まあ、強いのも当然なんですけども、まあ、やっぱ彼は丁寧にテニスもしてくる上に、ダブルスもとても上手な選手なので、こう、オールマイティにね、戦える選手だから、弱点は、なんか技術的な弱点はちょっとね、見つけにくいなとは思ったんですけど、まあやはりあの、正面へのショットっていうのが、とても効いているなっていうのが、こう、プレイ中に、実感できたというか、すごくあの、手応えがあったので、これはちょっと、最初はちょっとひよってたんですけど、これ頑張ればいけるかなと思って結構、ファイトしましたね。これは相手のドロップショットのね、処理が上手でしたね。ね、ただここまでなんとかキープしてるんですけど、彼は結構余裕を持ってキープしてて、僕はやっぱりサーブがね、フリーポイントがないので、すごく頑張ってキープしてるっていう状態なので、ゲームカウント 5-6 ですけど、サービスゲームの、余裕さっていうのはかなり差があるので、まあ、やっぱりね、こうサービスゲームってマラソンと一緒だと思うので、最初はついていけてもね、後半どんどん長距離になってくると、どうしてもやっぱ実力差というか、サーブ力の差っていうものが浮き彫りになってくるので、早めにね、ブレイクがしたかったですね。で自分の今後の考えとしては、やっぱりその、相手のサーブ、ファーストサーブにプレッシャーをかけるために、セカンドサーブで、相手のセカンドサーブを叩いていくっていうのが、今後の、課題というか、テーマになってきますね。さあ、このストレートにもね、スライスを混ぜて、うまく走らせて、いいショットを打ってたんですけど、このセットはこうなので、落としてしまいました。で、続いてセカンドセットですね。ファーストセットはね、これ今のもね、正面、センターのスライスが効いてて、ちょっと打点が近くなって、これも打点近いですよね。で、こういうファーストセットはそういうミスなかったのに、セカンドセットはなんで、こういうミスが彼に増えたかっていうと、やはりワンポイントのラリーがとても、長いので、これもそうですね、ちょっと近い打点で、バウンドも低いスライスショット。これもですね、だんだん今のも彼の膝が曲がってきてないので、持ち上がんなくなってきてますね。なので、こう、疲れてくると、やっぱり膝が曲がんなくなってきたり、近いボールを、体が避けきれなくて、打点が近くなってミスっていうのが増えてくるんですよね。でしかも、こんなにね、こう、スライスで遅いボールを打たれると、やっぱり遅いボールを打たれ続けると、自分の動きもね、遅くされてしまうので、
結構ね、こう魂抜かれるんですよね。そうなってきたら僕は締め締めと思ってます。相手が僕の遅いボールに対してそのボールに合わせて遅く動き始めたら、あの沼にはめることができるなっていうふうに思ってますね。でもあのそのままつだけでは結局ボーナーで落としているので、あのこのセットからは僕もちょっと、まあ、やむを得ないので、あの両手バックハンドちょっと解禁して、両手打ちバックハンドを増やしていくっていうのと、少しあの展開を早め始めます。だんだんとちょっとこちらから主戦に回った時はこうやってねセンターにスライスを使ってディフェンスしていくんですけど、ちょっと自分がしっかり構えて打てる時には、彼のことをどんどん先に、走らせるっていうのと、ゆっくりなテンポが多かったのでテンポの速いプレーを混ぜていこうっていう風に、考えてプレーをし始めてます。セカンドセットはドロップショットの処理結構ね、まあ、得意です。ここもボディーサーブですね。これも相手が取れないのは僕が思いっきりフルスイングでスライスショットのフォームでドロップを打ってるので相手はちょっと分かりにくいっていうことですね。このね彼のねスピンサーブもえげつなく跳ねるんですよ、オムニコートなのに。もう結構僕の身長をね、あの手前の向かい風っていうのもあるかもしれないですけど、手前のコートで僕がリターンするときはもう僕が2メートル後ろに下がっても頭の上でリターンさせられるのでとっても大変でした。ただやはりあの彼にね少し疲れが、気温もねとても高かったので、やはり疲れが見えてきてちょっとフットワークが悪くなってきてるなっていうふうに思ったので、こう諦めなければフルセットに持っていければ勝機はあるなっていうふうにあのファーストセットは、やりながら、思ってましたね。だから 5-7 で落としたけど気持ち的には結構ポジティブだったので、腐らずセカンドセットをスタートできましたね。これもだんだん、彼の回り込みフォアに余裕がなくなってきましたね。ただねやっぱいい打点で打たせるとね、彼のボールこのようにね身長が高いから結構クロス角度ついて速いボールが飛んでくるので、中に入って強く打たれるとかなり、しんどくなるのでボールは浅くならないように気をつけてました。特にこういう今みたいなあのスピンで浅いボール打っちゃうと彼のパターンになっちゃうので、このようにスライスならね浅く入っても打たれないんですけど、本人ならこれはあのしょっぱいですね。このドロップショット逃げのドロップショットでしたね。今のも彼の膝が曲がってきてないのでネット増えてます。向かい風なのでね、結構高めに打ってもボールが入ってくる。危ない。ここもボディーさん。ちょっとね、あのスライスと両手バックハンドをうまく混ぜているので、このように相手としてはだんだんタイミングもずれてくるし、僕が急に両手バック打つことによって、あの相手はスライスで待っていたのがね、急に速いボールだとこう振り遅れの原因にもなったりするので。ここからはどんどんドライブとスライスを混ぜていきたいなと思ってます。今の彼の斜め後ろに下がりながらあのドロップショットの処理をしたんですけど、僕あのコンチネンタルグリップでトップスピンもフラットもスライスも打てるので、やっぱあのテニスコーチをやっていたからあのそのスキルがあって、コンチネンタルで僕がパスを打つフォームを見せると、みんなあのコンチネンタルでロブを上げてくるっていう風に誤解することが多いんですよ。だからああいう時にみんなちょっとポジションを急いで下げる準備をし始めたら、コンチネンタルでスピンでボールを打ってパッシングショットをする。しかもコンチネンタルってやっぱグリップが薄いので、打点が後ろ目でもちゃんと打てるから、最後まで相手の動きを見て、ロブを上げるかショートクロスにスピン打つかストレートに、ボールを流すかっていうのを、ギリギリまで見て決めてる感じです。さあ前半はね引き離してたんですけど、後半また彼がファイトし始めましたね。足が動くようになってきたのでこうちょっと追い上げられ始めてますね。ボディーに
スライス送ってもちゃんと打点離れて打ってき始めてるんで、こうスプリットステップがちゃんとこう覇気があるスプリットステップに変わってきてるんで、結構あのまずい状態ですね。彼もここで絶対仕留めたいっていう風に思ってるんだと思います。これはこれうまくねドロップ決まりましたね。なるべく前後に前後に、あわよくばこういいアプローチが打てない状態で前に来てくれるとねありがたいんですけど、パッシングショット得意なので。でもやっぱり彼ねそういう意外と無謀なことをしてこないタイプなんでね、なかなか誘いには乗ってくれないですね。ただやっぱり、ちょっと持ち上がってないですね、このスライスが。これもボディ、これもセンですね。そう、今のもねネットに行こうとしてフェイントちょっとかけて出てこなかったんですよね。これをずっとされ続けるとこちらも、わーすごい伸びた。でこちらもあのちょっとだんだん精神的にシッとくなってるので、ずっとネットに来ようという彼のプレッシャーのある動きをされると結構しんどいです。いやこのフォアハンドがね本当に速くて回転量が多いので、本当ちゃんと構えて打たせるのはもうかなり危険、お手上げになっちゃいますね。しかも彼ね手前から打ってますけど、手前が向かい風になるので、あの向かい風であの威力ですからねフォアハンド。逆に追い風側の僕が弾かれてますね。自然にこう癖で動いちゃってますよね。そこを、ショートクロスになって抜いてる感じです。まあ、彼当然このフォアハンドすごいってずっと言ってますけど、バックハンドも下手じゃないんですよね。バックハンドもクロスに速いショットと、ダウンザラインが特にバックハンド、とても、なんだろう、精度が高いなっていう印象があったので、安易にこうなんかバックハンドに狙って自滅は期待できないので、結構あのミス待ちっていう選択肢は意外としてないですね。ミス待ちっていうのはその何もこちらからせずにただバックに集めてるだけでミスしてくれるっていうことじゃなくて、やっぱり自分からあのボールに意思を伝えて、相手があのミスをさせられるようなボールを自分から送るっていうのが、大事だと思いますね。今のねフォアハンドスライスもタイミング早く返してるんでね、意外と合わせにくいんですね。緊張した場合だと。さあ、ただもう今のなんか、もうこれ早いですね、もうほんと。このファーストサーブがもう常にボンボン入られると、さすがに早いサーブ返す僕でもちょっとしんどいです。しかもその早いサーブに過信せず、彼は緩急をね、しっかりサーブでつけてくるんで、ビッグサーブ出て緩急つけられるのが一番辛いですからね。ただもうこの魂のワンブレイクアップからの第2ゲーム、このね1ゲームのブレイクは本当にでかいですからね。今のバックハンドダウンザラインがね結構強いんですよね。それで両手バックのドライブ混ぜてね反応遅れてますね。彼は結構うまくいってます。このセンターにスライスですね。回り込もうとしたらセンターにスライス、回り込もうとしたらセンターにスライスって、彼にね端に寄せて回り込む方をねなるべく打たせたくないので、で彼もドロップショットの処理はすごくあの上手い選手なんですけど、やっぱだんだん疲れで、あのドロップショットの処理に余裕がなくなってきてるから、ちょっとボーミスが増えてくれてるのかなと思います。これ入ってる。そう、このここで危ない、この場所でね回り込みフォアを打たせないようにしたいですね。真ん中に、ディフェンスの時は真ん中にしっかり。これもだんだん彼がねちょっと足に来てますね。
の新潟での試合ですけどね、やっぱりこうすごくもう負けたら今年終わりっていう試合で、しかも超強敵だったので、とっても自分の中ではプレッシャーが、かかった試合だったんですけども、やっぱりこう地元のファンの方がわざわざ平日なのに休み取ってね、応援に来てくださって、そこでのねやっぱり応援の力がすごく僕のメンタリティを支えてくれたので、もうやっぱ諦めずにファイト、できていますね。ここまで風も強いし暑いしだから結構コンディションとしてはね最悪だったんですけど、ただこのコンディションは僕の方がこううまく利用できているかなと。相手のね、彼の場合は多分相手がどうこうとか環境がどうこうじゃなくて、自分がいいテニスができたら誰にでも勝てるっていうタイプだと思うので、環境利用型ではないと思うんでね、僕みたいに。ここもね、あまり打っていないフォアのクロスフラットってね、振り遅れをさせてますね。僕はもう 4-0 ですけど、やっぱりここからまくられる可能性をね常に感じているので、足を止めないように止めないようにと思って動きのレベルを、上げてます。これがねおそらく200キロ、超えてた時のサーブですね。もう僕もこれはやばすぎみたいな苦笑いした。誰が返せんのこれと思って、この時はよく覚えてるんですけど思ってました。やっぱりね、身長が高い選手がだんだんスタンスが狭く、そして膝が曲がんなくなってくるとスライスの処理が、とてもきつくなってくるので、毒のようにスライスショットが、効いてきている、試合なんじゃないかなと思います。今のもね、サーブがフラットでセンターに入れるとか、本当に指が外れたらもう返せないので、こうやってね長い試合してるとビビたる癖でちょっとどっち打ってくるかっていうのが分かる時が、あるので、まああとその相手が崖っぷちに出された時に何に頼ってくるかっていうのを、確認したりすると、緊張した場面の時に相手の配球が読みやすかったりします。ではここからは試合の結果まだ分かりませんけども、最後まで解説なしで見てください。最高でした。